ルーシ県は1434年から1791年にかけて存在したポーランド王国の地方行政単位であるポーランドリトアニア共和国の県の一つ小ポーランド州に属すリビウを中心としたハルイチ地方とポジリア地方の西部を含んでいたルテニア県とも1349年にルーシュ系の国の一つ ハール・イチ・ボルイーニ王国のボレスワフ・ユーリーに西洋が亡くなるとその王国の継承をめぐって隣国のリトアニア大公国とポーランド王国はハール・イチ・ボルイーニ戦争を開始したその結果リトアニアは北のボルイーニ地方をポーランドは南のハール・イチ地方を手に入れた1434年にポーランド国王ブワディスワフ・2世はハール・イチ地方に ルーシ県を設置し、自らがルーシの君主であると主張した。ハールイッチ地方で最大の都市、リビウは県庁と県知事の所在地となり、県裁判はスドーバビーシュニアに置かれた。ルーシ県の人口の過半数はルーシ人であった。彼らは農村部を中心に暮らしていたが、都市や町などでポーランド人、ユダヤ人、アルメニア人、ドイツ人などの民族と共に住んでいた。 1677年の時点で、ルーシ県内には3000以上の村と100以上の町が存在した。1772年に、ポーランド・リトアニア共和国の分割に伴い、ルーシ県はオーストリア帝国に併合された。県域はガリセア・ロドメリア王国に再編成された。ホルーム軍はロシア帝国の領土となった。現在、旧ルーシ県域は、ウクライナのリビウ州。 テルノーピリ州、ビワノ・フランキューシク州、ベラルーシのブレスト州、ポーランドのポトカルパチェ県にあたる、タンネンベルクの戦いにおける諸州の騎士の軍旗。ありがとうございます。